おのおの方、はじめましてでござる。拙者、東武鉄道宇治のナビゲートをする東松山勘蔵と申すでござる。さて、東武東上線民にとって、非常にショッキングな話をしなければならないでござる。それは、2023年3月のダイヤ改正をもって、快速が廃止されてしまうということでござる。なぜでござろうか？そんなに利用率が悪いのでござろうか？快速が設定されたのは、今から約10年前の2013年3月のダイヤ改正から設定された地上口最速列車でござる。日中に運転されない TJ ライナーの補完列車の役割として重宝された種別の一つであったでござる。転車駅は、成増、和光市、朝霞台、四季、富士見野、川越、川越市、若葉、坂戸、東松山からは、全駅停車といった、速達性の高い列車でござる。その快速が廃止されると、今後は、川越特急と TJ ライナー以外すべての列車が、川越北全駅停車といった、なんともスピードダウンを余儀なくされたダイヤ改悪でござる。スピードダウンといえば急行も、新たに朝霞も停車でござる。また、準急も、池袋から成増までのノンストップだったところが、新たに上板橋を停車させるということでござる。これをもって、東武鉄道からは、快速の種別が完全消滅となってしまうでござる。そして、日中の森林公園以北のワンマン運転も、開始されるでござる。そうともなれば、森林公園から寄居までのワンマン列車が、誕生するでござる。東武鉄道宇治も快速の走行シーンを撮影するそうでござる。それではこの辺で、にんともかんともにんにん。